こんにちは、ハルアンです。そして、じゃじゃらーん。あ、シェフロピドと申します。あ、ってなんだよ。そして、タツコです。様の今日は、ですね、長野のこのシェフロピアさんのお店にやってまいりました。とても可愛いお店で、さっきお料理いただいたんですけど、本当に美味しかった。お腹いっぱいなんですよ、実は。ロピアさんに生パスタの作り方を教わりに来たんで、お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと粉も計量してあるんですけれども、はい、粉が強力粉使ったり、はい、まあ、セモリナとか、ね、ね、中力とかいろいろあるんですけど、はいはいはい、イスドール、あ、よくカンパーニュで使います。家にあります。イスドール、リスドールのパスタに使うの初めて聞きました。あ、本当ですか。はい、まあ、全然未知なあれですけど、うん、いやでもなんか強力でも全然食感、まあ好みですよね。僕は結構リスドール使いやすいなと思うから、パン以外でも。そしたらもう、はい、水を全部ザーッと入れて、はい、入れます。まず最初に菜箸とかフォークとかでもいいので、はいはい、ちょっと全体的に水分行き渡らせる。なるほど、はい、結構このレシピの配合だと、はい、作りやすい感じですか。練ってからそのままもう成形入れちゃうっていう感じですね。なるほど。ここ使って体重こねて、体重こねて、みんな違和感しないで。あのパンを作るときに、あ、パンも作られるんですか。はい、おかっちゃを作ってるんですけど、あ、おいしそう。もう軽々しくやってる。机が揺れる。こんな 500g。 あ、はいはいはい、シェフが持ってた。そうだね、俺持ってもね、手ででかいから。そうですね、だいぶ大きさ違って見えるかもしれない。まあ半分ぐらいでいいかもしれない、ね。はい、あ、250。そうそう、確かにそうですね。それだとこねやすいかもしれない。生パスタはどういう風に覚えたんですか。僕、修行してた時のシェフが生パスタ作るのすごい得意で、で、まあシェフから教わった感じですね。はい、へー。なんかそれまでは、なんて言うんだろう、固めの生地、柔らかめの生地みたいな感じでざっくりと作ってたんですけど、うん、作るパスタによって配合を変えるっていうのを、そう、そのシェフから教わって。パスタの世界史でもすっごく奥深そうですね。奥深いですね、やっぱり。次は、はい、ロング用のパスタを作るので、はい、まあ、粉類と、これはセモリナ粉が入ってそうですね。さすがです。黄色いです。これもリスドールですね。リスドールとセモリナ粉と、はい、卵とお水 もう全部加えてもらっちゃう。いいんですね。はい、卵入れます。お水、業務用だと結構ね、うん、値段も高いけど。あ、そうですよね。今金物屋さんとかで2000円とか3000円台で。そんな安く売ってるんですか。うん、あるんで。へー、全然そういうのでも作れるんで。あ、そうなんですね。さっきよりも水分が少ない上にセモリナ使ってるんで、はい、あ、本当に、ね、まとまらないんですよね。そうですね、確かに、うん。10分か15分ぐらい休ませて、でまたこね始めて、2回3回ぐらいやればいい感じになる。まあ、半日から一晩ぐらいちょっと寝かせた方が美味しいので、はい、だからなんか作る時はこの前日に作っとくといいかもしれない。パスタマシーンの厚さはこれですね。これはちなみに、あ、動いた、はい、何ミリの設定なんですか今日は。これ2ミリ前後ぐらいなんですけど、はい、これね、イタリア式だからなのかわかんないですけど、はい、ミリじゃないんですよね、メモリが。あ、そう、だからもう感覚でやってます。硬い。全然このまま普通に通しながら、でこっちで、おお、出てきた、はい、10メモリあるとしたら2メモリぐらいずつ小さくしていって、ちょっとずつね、5段階ぐらいってことですよね。そうですね。そしたら、へー、ちょっとずつ伸ばしていくんですね。ちょっとずつ、また同じように、はいはいはい、へー、まあ、これまた繰り返し、はい、やってみます、はい、あ、そうですね、そうですね、おー、このぐらいずつ下げていって、はい、
こう持つと楽かもしれない。これでこう、はい、で入れてって、はい、ある程度いったらこっちですけど、はい、おー、難易度高めですね。こうやってパーフェクトです。あ、外れちゃった。あ、ちょあ、完璧です。いいですか。あ、ちょっと偏りましたね、はい、全然大丈夫です。この生地の場合だとこれでカットしちゃうとカットできない、あのくっついちゃうっていうか。あ、うん、なるほど。このまんま、まあ、ハンガーとかでもいいですし。まさか。そう、乾かすんですか。乾かすんですね。へー、ちょっと乾燥させるんですね。そう、表面が少し面白い乾燥するまで乾かすのがポイントなんですね。そうですね、面白い。オレキエッテっていうパスタと、はい、あとキエッテ、そう、あの耳たぶっていう意味なんですよ。と、ピチっていう、はい、これはショートじゃないんだけど、あのショートの配合の生地で作れる、あの長い、であとパスタマシンなくても作れるっていう。あ、なるほど、うん、本当にしっとりです。パン生地とはまた違うしっとり加減があります。ざっとでいいので、うんうん、分割して、うん、伸ばして、そう、軽く伸ばして、はい、好みの長さぐらいになるように、だいたいこのくらいでいいと思います、はい、にまぶしておくんですね。そうです、まあ、伸ばし終わったらもうこういう感じで、はい、指で、親指でこれをぐーっと潰してあげて、右手でこう潰すじゃないですか、はい、右手で潰したのを左手にかぶせてあげて、この逆にこうしてあげるんです。指でそう、こうやってこっち側にひっくり返す。結構反り返るというか、うんうんうん、こうくぼんでます。ナイフ使うんですね。へー、でナイフで、やり方は同じなんですけど、あー、押すのをナイフでやるんですか。で、これを親指にひっくり返す。でナイフでやるのは何が違うかっていうと、はい、ここにあのギザギザできるじゃないですか、はいはい、でこう伸ばした時のこの筋というか、はいはい、ここにソースがより絡みやすくなるので。なるほど、そのナイフにも意味があるんですね。そう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 、え、すごい、すごいですね。これはもう好きな太さでよろしい感じですか、ね、うん、そうですね、だいたい、はい、これでいいですかね。 OK ですね、はい、ありがとうございます。できました。これだったら機械なくてもできるからいいですね。そうですね、本当にそうですね。こんな可愛い従業員がいたらシェフはもう毎日毎日やるでしょう。ねえ、そんな口うるさいですよ。口うるさいんで。いやでもそしたら あそこのシェフいつもにこやかにってなるかもしれない。いつもにこやかですよね、絶対。絶対にこやか。え、怒る時あるんですか。いや全然怒ないですよ。でもね、なんか昔はすごい怒ってたんですよ。あ、そうなんですか。怒るっていうか、あ、それなんでそれがダメかっていうと、うん、なんか説明した方が、うん、早い。確かに確かに。来ました。大変だけど楽しかったです、うん、とても。本当に無心になれ。本当ですね。では何ミリ厚さ。あ、これ3ミリぐらいだったと思います。へー、そう、最初もし入りづらかったら、はいはい、この入る部分だけちょっと少し上げて、はい、一回噛んじゃうと入ってくるんです。あ、来ました。あ、ちょっと大丈夫か。あ、ね、大丈夫だ。おー、あー、麺だ。こういう髪の毛の色になりたくないですか。一度なってみたい。なんか粉でちょっと軽くさっさっさと粉で。あ、そうです、そうです。おー、あー、すごい。でもイタリアの方だとシェフがいても、はい、あの生パスタ作るのはあの女性の仕事だったりするんですね、伝統的なところと。パスタは女性が作るんですか。例えば個人で経営しているお店だったら奥様が作って、で旦那さんがそうしてるから、パンとかも同じですけど湿度とか温度で変わるじゃないですか、生地。
な生パスタも本当そんな感じで、うん、だから男には無理よって言ってるみたいです。プライドがあるんですね。プライドが。できました。生パスタ完成しました。イエーイ。いや本当にすごい綺麗にできました。ありがとうございます。ありがとうございます。でもやっぱり生地普段扱ってるからすごい上手だった。あ、嬉しいです。今回この作った生パスタはこの次ロピアさんのチャンネルで美味しく調理していきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。とっても楽しみですね。うん、なのでぜひぜひご覧ください。この動画で少しでも美味しそう、生パスタ作ってみたいよと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画で、そしてロピアさんの動画でお会いしましょう。またねー。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の1個をそれぞれ発表したいと思います。今日の黒板の代わりです。では私から、生パスタたくさん作って太っちゃう。では1句読まさせていただきます。生パスタとお餅、どっちがもちもちかな。もちもちになってない。なってないな。いいです。もちろんシェフが言うから面白いですよね。そんなこと言わなさそうね、そうかなと思う。お茶目なカフェです。大発表会。さつこさん悩んでおります。はい、はい、お願いします。任せなさい、これは私の仕事です。パスタ作りは任せとけた。なるほどね。すごーい。一番完成度がやっぱ高いです。高いですね。こう動画の流れに沿ってきちんと締めてくださいました。ありがとうございます。